飯食べる。箸どこ？いただき。ね、本当に疲れすぎている。え、レイニャンさんマジで可愛すぎて、あの私 MC でめっちゃ隣でもうまじまじと見させていただいたんですけど、お顔可愛すぎ、美しすぎ、なんかもう全てがすごい、なんか整いすぎみたいな感じでした。公演は元気ですよ。公演、私本当に絶対に一番オンとオフが激しい女だと思う。ステージ上とステージじゃないところでのオンとオフが割り箸割るの下手すぎ、うん、ステージ上とステージじゃないところでのオンとオフが一番激しい女、自慢できる、誇れる。配信は全力でオフだよ。でも3割ぐらいオン。マジで。今日のうちの公演終わった瞬間、上手の最前列の椅子に寝そべりました。もう無理もう無理っつって寝そべった。今日の上手の最前列のいたお客様方のぬくもりを感じながら本当にレイニャンさん可愛かった。美しい。なんかさ、すごいよね。なんでさ、やっぱアイドルだったんだなって思います。みんな可愛い。OG の方と結構ご一緒させていただける回数が多い。これまで多かったんですけど。みんな可愛い。みんな美しい。本当にみんなすごい。マジで綺麗。なんかやっぱりその当時の AKB をすごく好きだった女だから、うちはもうウハウハですよね、この企画マジで。うちもオタクしてる。
すいません、オタクさせてもろてます。小島子さん、だって小島子さんと一緒に公演出たのマジで ありはすんのかなって感じ。本当に私その小島子さんが卒業された後に私が本格的にこうチーム K として活動させていただけるいただき始めたので、みんなも昔の推しに会いたいとかっていう気持ちはやっぱりあるんだね。そりゃそうだよね。何十年後にさ、まだ AKB がさ、会ってさ、劇場リニューアルってなった時にさ、まあ呼ばれるのは多分小栗ゆいゆいとかだろうけどさ、もしもね、仮にもしも呼ばれた時にさ、みんなが喜んでもらえるような存在でありたいと思ってます。まあきっと呼ばれるのはうちじゃないけど、これなんだろう、謎の天ぷら、天ぷらじゃない、串カツ。何かわかんない。なんか硬いし、なんなんだろう、何ていうかも分かんない、衣疲れすぎてさ、今日さ、マネージャーさんとかみずみんとかに終わった後だるがらみしてさ、え、酔ってますって聞かれちゃった。酔ってないっす、すいません、酔ってないんです、ごめんなさい、寝不足です。寝てるんだけどな、寝不足っていうか頭パンク、脳みそ不足。脳みそは足りない。ハルペンプロデュースのみずみん可愛かったでしょ？でしょ？私可愛い女子作り上げるの得意なんだから、マジ今日のエリコもマジ可愛かった、本当に。ね、気づくから全力でピンクと白のサイリウム振って、全力で一緒に公演楽しもう、よろ。なんか酸っぱいレモンの味、確かにめっちゃ可愛かったでしょ。
なんか もちろんまだ自分が一番可愛い存在であり続けたいっていう気持ちはすごく強いよ。でもこれからの AKB を担ってくれる子たちが今の AKB ファンに刺さってくれたらいいなって思って、もちろん AKB のファン以外のザ・ミュージックデーとかでも見つかってくれって思ってるけど、なんかこれからの AKB を担う子たちがすごいなんかもっともっとなんかもう分かったからもうあのねその若手を全力で フィーチャーしたい気持ちはすごく分かったから、そのそれに乗ってやるよみたいな感じもう、うん、だからじゃあ一スタッフにできないことをやってやるよ、メンバーのプロデュース、メンバーがどれ一番可愛く見えるプロデュースだやってやるよっていう気持ち今もう、うん、一番そのメンバーが輝くもの知ってんだからこっちはって思ってます。まあうちが一番可愛いんだけど、もちろんそれはそうなんだけど、でも別に多分ピョンズもなんかあのみずみんがね、いや全員私推しにしちゃいますよみたいな言ってたけど、ピョンズは別に顔が可愛いだけで多分私のことを推してるわけじゃないと思うんですよ。そうだから可愛いだけだよって言っといたうん、顔だけで押してる人あんまいないと思う。うん。それは何人かはいるかもしれないけど、よく言われます、元カノに顔が似ててやめろやめろ、そのどこにでもありふれた顔みたいに言うのやめろ、本当にん？なんかガリって言った、よくないもの噛んだ。誰かに似てるって言われますか、元カノ それぞれの元カノに似てるってよく言われます。こんにちは、ありがとう、みんなの元カノです。逆にどういう気持ちなの、元カノに似てる人を推すって。そこで元カノへの愛を再確認してるみたいなこと、やめてもらっていい、押してもらえるのはありがたいんだけどね、本当に、うん、こんなところで再確認しないでもらっていい、押してもらえるのはすごいありがたいですよ、本当に。
ルピョン顔が星は美形すぎる。星ハルピョン彼女になったら毎日星、星ばっかり。今までのどの彼女とも似てないけど好き。いっぱい彼女がいたんだね。いいことよ。結婚してごめん。元カノ止まりで元カノ止まりでヨロ毎日戦争負けてあげるよ。いつでもいつでも負けてあげる。君がそれがいいって言うならフフ私が勝っていいなら勝つし。っていうかマジで今日の朝麦茶を作った自分、麦茶と氷を作った自分を褒めたい。本当に今すごく幸せな時間。お弁当食べながら麦茶を飲む、氷入りの。本当に幸せ。ありがとう。10時間前ぐらいの自分ありがとう。12時間前か。麦茶作れるんだよ。ハルピョンどう？元カノにどう？やめて。ボトル買ってきてくれる彼女がいいだって。彼女か分かんないけど星がいいだって。だってペットボトル重いんだもん。持てないの。うん、じゃあ買ってきてよ。重いんだもん。私にできることは麦茶を作ること。それぞれができることをやればいいと思います。どうでしょう。私は歌って踊れるよ。歌って踊れるっていうかアイドルできるよ。うん。歌手とかダンサーではないけどアイドルできるよ。どう？
うちのセールスポイント、アイドルできる。あとは可愛い。方言も使おうと思えば使える。てか出ちゃう、気づいたら。なんかさ、私さ、これ全然関係ない話なんですけど、私ってあの東京の人とかさと喋ると、富山以外の人と喋ると方言出ないんですよってずっと言ってたじゃん。違ったの。いや、もちろん全力で出てる、あのママと喋るときは全力で出てるんですけど、そう、でも能登にボランティア行ったときも普通に出てる。普通に東京の方とかとおしゃべりさせていただくときも全然普通に出てる。能登っていう環境がそうさせてんのかな。この間っていうか、ついそう気づいた、なんか気づいてた。そう、なんでか全然わかんないんだけど出てた。今日の劇場のアルピオン、かわいかった。ありがとう、嬉しい。痛い、髪の毛抜ける、抜けないで、やめて。ありがとう。富山弁ってどんな感じ、ちょっと喋ろうどうしたらいいんだろう。ママと今喋ってる気持ちで喋りますね。え、だから洗濯物干しといてって言ったじゃんか言ったことないえ、なんだろう、干しといてみたいな。え、ご飯、え、今日の夜ご飯いるって言っとったんにさ、え、なんで作っといてくれんが。あ、これ、え、富山弁こんな感じ。今ここにママを思い浮かべて喋りました。なんか富山弁出るとき全部怒ってんだけど、なんで怒ってしか富山弁出ないんだ。全部怒っとった、全部怒ってた。え、超富山弁で喋ると全部怒っとったね。分かんないや。富山の友人もそんな喋り、え、そうでしょう。甘えてみるとどんな感じ、ママに甘えよう、そう思ったことない。まあ、こんな時はありますよ、きっと3歳とかその時はあるけど、あ、感情的になると出やすいのかもね。確かにそうかも。なんだろう、なんかあるかな。
多分今のなんかあるかな、もう富山弁で言ったら、え、なんかあっかな、なんかあっけみたいなそう、きっとそんな感じ。うん、富山支店の人、富山の上司、大学の同期、え、すごい、なんか富山、みんな周りに富山いっぱいいるじゃんえ、ハルピョンのことを押すべくして押してる、運命。方言講座とかないよ。言わないもん。おばあちゃんたちは言うけど、結構結構富山の方言はね、ちょっとテレビ的にアウトなものは多いですね。テレビ的にとかアイドル的にアウトなものは多いです。はい、でもそれは使わないです、今の若い子たちは。まあでも言われたらわかるよ。そう、言われたら、あ、この意味なんだなってわかるんだけど、でも自ら発しない、その言葉はって感じ。まあ富山弁、富山弁、なんて調べたらいいかな、まあ、調べないでください、調べないでください。はい、茨城の人って本当にあるってって言うんだなって思った。真帆ちゃんとかあるってって言うよね。茨城、福島、その辺の方、あるって、うん、なんか私の中学校の時の担任の先生が福島の人だったんですけど、なんか高野豆腐の出汁が染みすぎてた、ごめんなさい。そうで、なんか数学の先生で、数学の授業の時間に、あれ中学校って算数、え、数学ですよね、あれ算数だっけ、え、数学だよね、でもちょっとあんま覚えてないけど、その授業の時になんか点 P からあるってみたいなって言ってて、そう、黒板にあるってって書いてたんですよ。で、え？ってなるじゃん、みんな富山県出身はそんなあるってなんて知らないから、で、先生間違ってますよみたいなってなって、誰かが言って、それが福島の人の喋りなんだなってその時に知った覚えがある。え、あるってって言わないの、今知ったの、やばい、めっちゃおもろい、かわいい、ウケる、何年、人生何年目歩いてって意味、こっから
あそこまで歩いていきます。だからカチカチに凍ったハンガーの上を猫が歩いていますみたいなやつ、カチカチに凍ったハンガーの上を猫が歩っていますって多分茨城とかの人は言うってこと、うん、埼玉も東京も言うの？やば。え、関東、え、待って、標準語ってあるってなの？え、例えばこれは TikTok ね、えみんな若者についてきて、頑張って頑張って、もううちだって頑張ってんだから、今日の MG めっちゃ頑張ったんだから、本当に本当に偉いと思う自分、本当に頑張った、もうどうしようかと思った。だってさ、みんな若い。どうしようと思って。もう後輩にいっぱい喋ってもらおうって私は思ったの。今日のこの MC のメンバーを見た時に。だから自分で MC 内容を考えて、その私に若者の流行りを教えてっていう MC 内容を。私が MC の内容考えるなんてなかなかないんだから、結構レアよそうだから、20期生もね募集しているということで、ちょっと若い者についていきたいので教えてくださいっていう。 B リアル絶対始めなそう。え、絶対始めないよ、無理無理無理。え、何が楽しいの写真、内カメと外カメの写真撮って何が楽しいの全然わかんない、何が楽しいの、うん、絶対いいよ、大丈夫、始めなくて全然無理。うん、のんちゃんもやってないって、みんなやってなかった、あのメンバーあ、わかんない、多分みんなやってないですって言ってた気がする、わかんない、誰かやってたのかな、でもやってるメンバーはいますよ、うん、公演お疲れ様、ハルピョンのダンス好きだなって思った一日でした、ありがとう、嬉しい、全然何が楽しいのか分かんない、流行りなんだろうねきっと、推しの JK が毎日 B リアルって言って、え、でもあれ B リアルじゃないの知ってた、 B リールって言うんだよあれ、知ってた、知らないでしょ、 B リール、そうでしょ、エビ全部入れてきたんだけどやめてよショック、てかエビちっちゃ、お弁当のエビフライってこんなもんだよね、でも、うん、え、
ってかさ、ひゆか3時間で福井から東京行けてたの？うちさ北陸新幹線できるまで5時間かかってたんだけど、なんで？え、なんで？福井の方が東京まで遠いよね。え、なんで？前原前よりだと早いってこと。あ、そっかそっか、こっちに行っちゃうともう新幹線があんのか。なるほどね、理解。ち、5時間かけて行ってたんだけど東京まで。新潟の越後湯沢だっけで降りて乗り換えて2回乗り換えてた記憶ある。どこだっけな、もう一個忘れたけど。大変だったんだから。本当に、うん、あの頃は東京行くの本当に5時間もかかって、越後湯沢だけだっけ。米原周りだったらあれなのか、東京で乗り換えて米原で乗り換えなきゃいけないかったんだっけ。女性だけどマジで本当に。で、あの飛行機の時もあったのよ。そう、でもやっぱりその飛行機に乗るまでのその便がなくて、交通の便あるんだけど、あ、富山キトキト空港っていうのがありましてですね、はい、小松空港に行かなくても富山キトキト空港っていう空港がありまして、はい、あの、なのですいません。そうで、そこに行くまでのまず便がないしみたいな。で、そのいろんななんか手荷物検査とかもめんどいしみたいな。うん、8より北陸新幹線の方が新しいです。最初はだから5時間かけて通ってました。昔の8の土日公演は公演時間が土曜遅め日曜早め、多分それの理由ですね。そのせいですきっと、すいません。でも1年ぐらいかな、2015年の3月に北陸新幹線、3月14日に北陸新幹線ができたので、で2016年に能登応援隊として北陸新幹線1周年記念で能登でたくさんイベントさせていただいたっていうのだったので、1年ぐらい本当に1年頑張ったって感じ。マジであの誰よりも北陸新幹線に感謝してる高校生だったと思う。当時一番日本一新幹線に乗ってた、日本一北陸新幹線に乗ってた女だし、日本一北陸新幹線を感謝してた女。日本一北陸新幹線に乗ってた JK ですね、すいません。
スーツさんとの動画面白かった、ありがとう。ぜひ東出さんとの動画も見てください。デマ広めないでほしいんだけど、やめてもらえる？そんなことしたことない。富山駅からキトキト空港の直通のバスはあります。今わかんないけど昔はありました。なんか面白い話、ないなんかあるかな、面白い話。面白い話ってなんだろう。私の足が変だった話はメールに書いたし、面白い話ってむずいよね。え、県民賞で富山やってたの？見たかった。メンバーと大爆笑した話。今日笑った話。もうなんか疲れすぎててテンションがハイであんまり思い出した。でもこれ言えない言えないです、ごめんなさい。ひゆかとまほちゃんと笑ってた話なんですけど、ちょっと言えない、ごめん。諦めて、ちょっとごめん言えないけど、めっちゃおもろかった、じわっちゃった。え、てか水島言えないです、本当にごめんなさい。普通にスタッフさんの名前が出てきちゃうんで言えないです。そう、ごめんなさいなんか多分みんな、あ、みずみんは別、みずみんには普通に LINE しただけ、すいません、残念ながら。
日なんか3人ぐらい2人かななんか見てた人いたんだけど誰だったんだろうあれは。1人は分かったんだけどもう1人誰だったんだろう、なんか知らない人が見てた、知ってる人なのかもしんないけど誰だったのかな、普通に知りたい、知りたかった、でも誰か分からないままだった。面白いファンの話、あ、全然ファンの皆様は通常運転でした通常運転でした。診察はゲットしてないです。公演中の面白い話、今日ご機嫌、もうなんかハイなんだよね多分、疲れすぎてて、でもいっぱい汗出たから今日老廃物なんか全部流れた気分、うん、楽しかった公演。デトックス、うん、すっきり、この公演衣装がね分厚かったり長袖だったりするから汗めっちゃかくのよ、そう僕隊の衣装が薄いから汗かかなくて、でも本当に今日はのびのびやらせていただきましたね。なんかのびのびというか自分が一番ほぼもう2番目ぐらいの先輩だったっていうのもあってやらなきゃっていう思いもあったけど、でもまあ頼もしい後輩ひゆかとかみずみんとかまさちゃんとか頼もしい後輩もいて、ヨナちゃんとかも振ったら喋ってくれるし、そうそうそう、だから、うん、伸び伸び本当に、そうですよ、僕隊の衣装まだ初期の初期僕隊ですよ、全然私が着てるエンディングエンディングアンコールの衣装、高見菜さんの衣装です。高橋みなみって書いてあります。いつも幸せだなと思いながら着てます衣装。
ごちそうさま。あ、全然まだ残ってた。でもまあいいや、この話はダメ、言っちゃリバースっていう。そう、私は推しと衣装身長がね似てるので推しの衣装をよく着れるんですよ。幸せ、マジで幸せ。そうなんだよね、あこね、まさちゃんのね、いやあれはうちがミスった。まさちゃんの子でしょ、あれはうちがミスった。マジでまさちゃんは何も悪くない、私がミス、あれはマジでむずかったな。うん、ごめん、あれはでもまさちゃん、あれはマジで私が悪いから、本当に自分を悪く思わないで。あ、これがある、あんこ団子みたいなやつ。いや、あれはうちが悪い、マジでごめん、本当に。こいつ、この MC のあこのミスは私のミスです。え、もちろんごめんとは言ったよ、まさちゃんに。いや、難かったよねって。ごめん、あれはマジでうちが悪い。言ったけど、多分うちが後輩でも、うちがまさちゃんの立場でも、やっちゃったなって思う。やっちゃったなっていうか、なんか難かったなって思う瞬間だなと思ったから、あれは完全にうちが悪いです。今日はみずみんと髪飾りオープニング交換したんですけど、いや、まずみずみんがハーフツインをしてたのね、普通に。まずね、でそのメイク途中だったから、こう多分前髪をこう分けてユニットのリハをしてたのよ。こうやって羽ピンを多分取ってユニットのリハをやってて、あの前髪分けてるみずみんが可愛いなと思って、みずみんに今日絶対前髪分けてって言ったの。したら、分かりました、分けますって言ってくれて。そう、でもなんかファンの方からもその前髪切ったことで表情が見えにくくなったって言われてたから、なんか変えたいなとは思ってたんだって。だからそう、え、絶対今日前髪分けた方がいいって言って、その前髪まず分けさせてで、うちもそのツイン系の髪飾りだったんだけど、なんかみずみんのハーフツイン見てたら、みずみんにハーフ、もしもね OK って言われたら、メイクさんに OK って言われ、メイクさんじゃない、衣装さんにいいよって言われたら、そのみずみんにこのハーフツイン、いつも私が使ってるツインテール髪飾りをプレゼント交換して、みずみんのそのズッキーの髪飾りベレー帽借りようと思って、交換しようと思ってみずみんに聞いたら、え、いいんですかみたいな、え、みゆもなんか
そのツインのやつが良くてみたいな言ってて、えじゃあ変えようって言って、え絶対こっちの方が可愛いって、私がもう今日の水島の美中、まあ、ハーフツインにしたのは自分だけど、自分で決めてたけど、それはでもハーフツイン以降の前髪とか髪飾りのプロデュースは今日は私がさせていただきました。いや推しを可愛くするのってさ本当に大事じゃん。推しが可愛いのが一番こっちは嬉しいんだからさ。そうよ、推しが可愛いことが一番嬉しいんだから。だからみんなも言ってるじゃん、私いつも。だからみんながハルピョンになんかもしもね、こうなんかお洋服プレゼントしたいんですけどとか、こうアクセサリープレゼントしたいんですけどって言ってくださる方がやっぱり多いので、あのもしもそういう気持ちがあるんだったら、あのみんなが着せたい服をってよく言ってるんですよ私は。まあもちろんそのなんて言うんだろう、年齢的にもう24だよっていうのは考えた上でねそう考えた上で、みんな好みのみんながプロデュースしてってハルピョンのことってよく言ってるので、そこに関しては別に私はいつもみんなに言ってるよって感じなんですけど、もしもプレゼントしていただけるのであればっていうのが前提にあった上でね。24だよっていうのも考えた上でっていうのは言わせていただいてるけど、でも本当にそれぐらい、全然私は本当になんか基本的なこだわりがなくて、あんまりなんか今日もこの巻き髪となんかどの巻き方にするって聞かれたけど、えマジでなんか好きな巻き、あのメイクさん〇〇さんがあの得意な巻き方で大丈夫ですって、もうなんか信頼してるメイクさんにはそう言いますね。大体信頼してるというか、なんて言うんだろう、これまでいっぱいこうお願いさせていただいてきたメイクさんというか、やっぱりこの4月に入って4月になっておされさんにこうなんか初めて加入されたメイクさんとかもいらっしゃるから、そういう方にはもちろんその信頼してないわけじゃないんだけど、やっぱ何でもいいが一番困るのは分かってるの、こっちもそう、何でもいいが一番困るのが分かってるから、なんかなるべくこう詳細に伝えます。でも多分その方ともどんどん信頼関係築いて、こうなんだろう、いろんないろいろやっていただくうちにきっと、あなんか好きな巻き方で大丈夫ですって多分言うと思うんですけど、そう基本的には私の髪型の巻き方とかはもう任せちゃってますね。なんか今日ツインしたい気分だなとかはあるよ、そうとか、なんかツイン髪飾りだからツインしたいとか、あとでもツインの時のあれはこだわりはもちろんあって、上からギザギザの裏編み、これだけツインの、あとはもう耳上であればもう巻き方自由って感じです、はい、巻き方に関しての自由かな私は。そうあんまなんかこだわりそんなにない、だから髪型もみんなに何がいいと思うって聞くし、なんかみんなの好きなアイドルになりたいから
私もストリートしてみたいのよ。オンさんがさストリートよくやってるやん。やってみたいんだよね、ストリート橋本、ストリート系ファッション。ツインテールといえば橋本だよね。ありがとう。なんかね、もっとストリート、なんて言うんだろう、なストリートって何なんかわかる、え、分かってく、なんか黒系かっこいい、黒、なんかここら辺穴開いちゃってますよみたいな。音さん、音さんのインスタ、え、でもあの赤いのは可愛いって思った。え、清楚なお洋服も前にね、ファンの方からいただいたやつもめっちゃ可愛くてめっちゃ着てる最近。向井一音さん、向井一音さん、こういう系、ちょっとあんま服わかんないけど、こういう系、これもオンさん、あれ今日インスタ上げた、うち、はい上げてない、はいやらかし、はいごめんなさい。これとか、これはラッパー系っていうの？そうなんだ。1枚目を丸々もらって、1枚目どれ見せたっけ？あ、これか、これかわいいよね。めっちゃかわいい。あやねちゃんの感じもすごく好きなんだよね。でもインスタ乗っけてるかな、あやねちゃんのあの感じで。乗っけてなさそう。あやねちゃん可愛いもの乗っけてんの多そう。可愛いの多いね、乗っけてるやつには。ここ行きあんまり乗っけてないね。てかマジ可愛い。あやねちゃんの顔面結構好み。最近可愛さ増したよね絶対。なんで？なんでなの？1年半前のあやねちゃんの顔より今のあやねちゃんの顔の方が好き。なんでなのごめんなさい、前髪しか映さずに前髪だけ映しながらそんな話を
すいません。Y2K、 あ、それかも。 Y2K、 それだ。そんな感じです。やばい。ということで、眠いので終わり。今日は明日、明日ドボンするね。やってみっちゃも明日見よう。12時までにお風呂に入る、絶対。よし、頑張ります。いきなり終わるよ。ナルピョンだもん。自由に生きさせてもらってます。自由にそう生きたいだけ。マジ前髪いいね。前髪じゃない、まつげ。これさ、あれしてないの、松葉してなくてこんだけ持ってんの、すごくない？すごいよね。ということで、ありがとう。眠、寝よ。今日はとりあえず寝よ。明日は超楽しみなお仕事があるので楽しみたいと思います。それでは最後にランキングを読んで終わりにします。1位、 A ダッシュアットピョンズさん、2位、サプライズレバーアットピョンズさん、3位、マチャルアットたくさんハート、ありがとう。こちらこそごめん、しゃっくり。ハートのサイリウムありがとう。4位、鉄道ナイトアットピョンズさん、5位、バンボシさん、6位、鉄也アットハルピョン大大大好きさん、7位、長月さん、8位、ともゆきさん、9位、くまたかさん、10位、マークーンさん、11位、いばじゅんさん、12位、ナンスのさん、13位、メラクールさん、ありがとうございました。ということで、皆さんありがとうございました。また明日お会いしましょう。配信で。じゃあ最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハルー、ありがとうございます。業務自慢のラビットジャンプで5417盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身アルピョンこと橋本ルナでした。それではおやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。